はい、重要な情報を相手にどう伝えるか、そういったことですが、これは日本人とアメリカ人の間に違いがあると思います。日本人の場合は交渉なり議論をするときに、相手との間に暗黙の了解というか、タシッドナレッジが存在するということが前提になる傾向にあります。1から10全てを説明するのではなく、半分ぐらい説明した段階で相手にこの後の部分は理解してもらおうと、そういう期待を抱いてしまいます。日本人の会話の中に、普通は何々とか、やっぱり何々、こういった言葉がありますが、こうした言葉は相手に対する期待、分かってくれと、そういう期待をよく表した言葉だと思います。一方アメリカ人の方ですが、日本とは正反対の気がいたします。何事においても相手への期待が薄いというか、そういった印象です。相手が自分の考えを理解しないのが当たり前だと思っていて、何かもし本当に相手に理解してほしいことがあれば、それを事細かに何度でも繰り返して説明する、そういった傾向があると思います。こうした違いがあるので、日本人とアメリカ人が交渉した場合に、アメリカ人からすれば日本人は何を言っているのかさっぱりわからない、そういった印象を持つかもしれません。逆に日本人の方からすると、アメリカ人はくどくどしいと、そういった印象を受けるかもしれません。